三つで裏星 H 大橋京大橋は、シダ植物門、裏星か三つで裏星族のシダ類である。日本ではこの属で最も普通に見られる種である。名前は、葉が大きく三つに裂けることから。ただし、十分成長しないとこの形にならない。葉は単葉。茎は、やや太くて、横に生い、針金のような根を出して、岩に固着する。 茎の表面は密生する褐色の鱗片に覆われる。まばらに葉をつける。葉は長い傭兵を持ち、大きいものでは、傭兵は2 0トル以上、傭芯は3 0トル以上に達するが、大抵は全体で2 0トルくらいまでである。傭兵は細くて硬く、褐色で、基部は黒みを帯び、全体に艶がある。 歯全体の長さの半分近くを傭兵が占めている。傭心は単傭だが、成長すると基部で大きく三列する。分裂しない場合は、全体は非心型で A 線等、つまり基部の方が幅広い楕円型で、先端はやや細く伸びる。分裂する場合は、基部から左右に大きく列片が突き出る。左右の列片は、中心となる歯ほどは長くならず。 左右やや斜め先端方向に出る。葉質は薄くて硬く、表面は緑で多少艶がある。放射能群は歯の裏側、主脈に沿って左右に一列をなして配置する。個々の形は円形でやや主脈に近い位置にある。日本では北海道南西部から琉球列島にかけて分布し、この類では最も目にするものである。国外では朝鮮南部、 中国、台湾、フィリピンに産する。各地の低山で岩の上などに付着して見られる着生植物である。苔の生えた岩の上に出るが、結構道端でも見かける。がある。同属の禁煙種としては以下のものがある。最もよく似ているのは同属の鷹の葉裏干しである。葉が産列することはないが、単葉の状態ではとてもよく似ている。 その場合、蜜毛裏星は非新型で歯の側面が先端に向けて狭まるのに対して、鷹の歯裏星ではほぼ平行になっている点で区別する。ノキシの部類などにも個々の特徴では似たところがあるが、はっきり区別できる長い傭兵が大きな特徴になるので、判別は難しくない。スウェーデンの植物学者、カール・ペーテル・トゥーンベリによって本格的に研究された後、 クリストファー・ロイ・フレーザー・ジェンキンスによって、現在の学名セレグウェイやホスタタがついた。さらにまた、2009年、大橋博義と大橋一生により、初めて、密言裏星に対する、科学的研究の結果発表が成し遂げられた。大韓民国では、サツキラングサと呼ばれ、中世南道不予群不予郵送北里に、生息しているものとして、有名になっており、 三つで裏星生息地域近傍に位置する、サツキランデラの名前の由来となっている。くだら時代、王たちは、サツキランデラのある不祖山の断崖の湧き水を好んで、飲み、救助たちにその水を取りに行かせた際、そこから、確かに取ってきたという証拠に、サツキラングサの葉をに、三枚浮かべて差し出させたという。ありがとうございます。